こんにちは、サラです。今回はなんとコフレドールの新作ファンデーションを紹介していきたいと思います。イエーイ。商品が、はい、こちらです。コフレドールリフォルムグローリクイド UV SPF36PA3+、 しなやかにフィットして崩れにくい復元カバー処方、フォルムが綺麗に引き立つ立体ツヤ仕上がりへ。でこちら全部で7色あるんですけど、今回使用するカラーはオークルの B を使っていきます。で箱を開けると中身はこんな感じになってます。これがねファンデーションのパケなんですけど、なんか今回大人っぽくてめっちゃかっこいい。こちらがスポンジなんですけど、ケース付きで、このセットを旅行に持ってったんですけどめっちゃ便利だった。でこのスポンジなんですけど、開けるとこういうすごい珍しい形のスポンジになってます。もうちょっと使ってるから若干汚れてるんですけど、この広い面で全体的に塗って、こちらで細かい小鼻とか塗って、ここでやや細かい口角とか塗れるらしいです。もう実際3日間ぐらい使ってるんですけど、じゃあまず手の甲に出していきたいと思います。まずよく振ってから使います。なんか出した感じすっごい軽くて、なんかファンデーションっていうよりか下地、すっごい軽い下地を塗ってるような感触なんだけど、カバー力があるんですよ、ちゃんと。これがすごい。厚塗り感も全然ないし、フィット感がねすごいいい感じなんですよ、今回のファンデーション。はい、それではね早速顔の方に塗っていきたいと思います。で下地はもう塗ってあります。キャップを閉めた状態でよく振ります。で直径1センチを目安にスポンジに取って、まず両頬に置いてから伸ばします。もうめちゃくちゃ軽いんですよ、塗ってないかのような。で両頬塗ったらおでことか顎とか塗っていきます。で気になる部分は少量取って重ねます。私はやっぱりこの小鼻の下とかが気になるので、このね尖ったスポンジめちゃくちゃ塗りやすい。本当に軽いのにカバー力が。はい、仕上がりはこんな感じです。もうムラがないし、めちゃくちゃ軽いのでファンデーション塗ってる感もないし、毛穴とか若干ここ気になるんですけど、凹凸感、なんかパウダーファンデだと凹凸感が逆に目立ったり、かといってリキッドファンデだとなんか厚塗り感とかツヤが出すぎたり崩れやすくなったりするんですけど、こちらはフィット感があるので、このアラが余計に目立ったりとかしないです。この目の下の小じわとかも出てないですね。復元カバー処方というのが使われていて、塗ってがっちり固めて崩れを防ぐんじゃなくて、笑ったりとか目のこうシワとかが寄ってもそれに合わせてファンデが動いてくれるから崩れにくいらしいです。まあ、だからさっき言ったみたいに、その毛穴とかこう目の下のシワとかが出てきにくいのはそういう理由みたい。フォルムを最大限生かした立体的なツヤ仕上がりらしいんですけど、確かになんか手に塗った時全然そんなツヤツヤだと思わなかったんですよ、正直。なんかセミマットって感じなんですけど、顔に塗るとほらなんかすごい自然なツヤっていうか、すごい不思議な感じなんですよね。なのでいつもよりこの頬の位置がちょっと高く見える。はい、ということでいつも通りメイクをしていきたいと思います。いつも通りメイクをしてきました。で今回のメイクは、はい、でいつもハイライトを結構塗ってるんですけど、今日はあえてなしにしてみました。ハイライト全然塗ってないんですけど、ツヤ感が綺麗。でもベタベタはしてないんですよ全然。
はい、メイクしたてはこんな感じです。なんか剥きたての卵って感じの肌になりました。はい、それではこのままね、今日様子を見ていきたいと思います。それではちょっとお買い物に行ってきます。はい、ということで今帰ってきました。でメイクしてから6時間経ちました。こんな感じです。あれ、なんか出かける前と変わってなくないですかね。ほら、外めっちゃ寒くて乾燥してたのと、あとマスクを2時間ぐらいつけてたんですけど、よれてないですね。私この目の下のクマというか、クマ&シワがね、剥げて目立ってきたり割れたりするんですけど、それもない。で毛穴落ちもしてないし、小鼻も綺麗。なんか別に崩れない下地とかは特に使ってないんですけど、綺麗やん。普通に気に入ったので、ちょっとこれからこちら使います。なんか大輔にも今日なんか綺麗じゃないって言われて、肌で男の人から見てもなんかつるんとして見えるみたい。これ絶対ねいいですよ、本当に。なんかこれから使っていくスタイルできます。はい、ということでリフォルムグローリクイド UV の紹介でございました。まあね、これからねだんだん暖かくなってきて、より化粧が崩れやすくなるんですけど、ぜひねこちら皆さんもチェックしてみてください。概要欄に URL を貼ってあるので、そちらチェックお願いいたします。ということでチャンネル登録と Twitter と Instagram もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。